はい、ゲストのコーナーということで今日は、はい、なんと、はい、動物のことが分かる人に来てみたい。うわーすごーいとなんだかちょっと頭がおかしい人来た大丈夫です。今日はですねちゃんとして来てます。はい、いスカイワンドッグスクールのオーナーに当たります井原さんに、はい、井原、これは人の名前は井原亮です。亮様ですね、はい、井原亮様に来ていました、はい、よろしくお願いします。お願いします。やったー。お願いします。はい、私めっちゃ好きなんですよ。本当ですか？はい、飼ってるんですか？飼ってます、飼ってます。実家でも飼ってますし、あ、自分ちは一人暮らしなんで飼ってないんですけど、飼いたいですね。ちょっとお金がちゃんと貯まったら、はい、本当に現実ですね。そうなんです、現実です。いやでも愛しすぎて大好きです今。いいですね、なんか質問があれば。はい、はい、まあ、まず聞きたいですね。はい、はい、どんな方の、主にそのスカイワンドッグスクール、あ、ごめんなさい、はい、スカイワンドッグスクール、はい、そうです、はどういうことをされるところなんですか？ですね、まずは犬の保育園です。保育園、まあ幼稚園とか保育園とか朝来てもらって、我々で練習をして夜帰ると、うん、まあ、夕方帰るという感じですね。じゃあ一人暮らしで自分で犬飼ってて、はい、ちょっと夕方までは家にいるのかわいそうだなと思ったら預けて、はい、で、ね、預けたついでにちょっといろいろ教えちゃうと。すごい。何を教えるんですか？まあ、一番は飼い主さんの困ってることとかをまずは教えます。でただ、まあ、結構多いのは全体的にとか、まあ、全然飼って手かけられないのでお願いしますとかっていう方も多いので、まあ、結構細かくトイレ、網のトイレでやりたいとか、あのペットシーツだけがいいとかっていう、いろいろ言われるので、それをちょっとできる限りやってます。すごい。はい、犬と話せたりするんですか？全然話せないですね。当たり前だろ。そしたらもっとちょっといい子来てるよ。そう、そうですね、うん。私小さい頃飼ってた犬と意思疎通できました。すごい、すごい。どうするこれ？すごいなこれ。うん、すごい、すごいことなのか。すごい、ただのすごい人。すごい人ですね。本当に私の思ってることを分かってくれて、その通りに動いてくれるんですよ。行動してくれるんです。面白いね。はい。素晴らしい。どっちがゲストかよく分かんない。聞いちゃおうかないで。なんか先ほどねいろいろお話を聞いてたら、はい、なんか実際その飼い主さんも教えたりっていう。はい、そうですね。あの、まあ、犬の保育園と、もう一つはあの来てもらって飼い主さんにしつけを教えするとか、はい、いうものですね。その犬を教えるだけじゃなくて、はい、飼い主さんにしつけの仕方を教えてくれる、はい、しつけ肩教室ってことになりますね。そっちの方がなんかね、すごいやりできそう。なんだろう、犬がえ、なんていう、え、その時だけじゃなくて犬語飼い主が誰犬飼い主がお、なんだろう、わかるから毎日できるじゃないですか、はいはい、そういうことですよね。あ、もう、もうあのおっしゃる通りなんですね。飼い主さんが覚えてもらうので、うん、あとはあの私がやるの1時間だけで、覚えてもらうの前練習するのは1時間だけ、あとはもうずっと飼い主さんなので、まあ、その間どれだけ練習してくれるかとか、どういう風にするか接するかで変わってくると。うーん、はい、なんかすごいちょっと詳しく教え方聞きたいんですけど、はい、結構うちんちもなんか自己流自家流みたいな感じで今までずっと犬をしつけてきて、うんうん、大丈夫、みんないいこと聞いた、そう、合ってるのか知りたい。それが、うん、あ、どういうふうにやってたの？なんか、あ、でも最初うちに来た犬はとりあえずなんかトイレはまあできるとして、はい、うん、トイレもできない犬がいたんで、うん、その場所みたいに、うん、まあ、その犬は捨てちまったってこと。煮詰まった捨ててないですよ。コトコト煮ちゃったって、食べちゃったって。お手、お手おかわり、はい、伏せまでは触る。おー、すげえ、はい、で、私も、私が教えられるんですよ、伏せまで、うん、で、言葉わかるから、そう。誰かもうなんか、うん、あの職務質問している警察官みたいな。わかるわかる、大変だねみたいな。お父さんが階段の登り方とか教えてたんですけど、降り方とか。でなんかお手させるじゃないですか。なんか餌で釣ってお手ってこうやって乗せて足乗せて。できたら、あー、よくできましたって超褒めちぎって、うん、みたいな、それを超繰り返すんですよ。で、伏せも餌を釣って、ふーって、ふーって沈ませて、あって、これ伏せだよって。素晴らしい、素晴らしいです。え、合ってますか？おー、すごい。何かこのその後に嬉しいことがなければやらないので、はい、その間のやり方がどうかわからないですけど、はい、こう抑えてるかもわかんないですけど、はいはい、嫌なことじゃなければ全然それが素晴らしい。嫌なことじゃなければ。はい、へー、すごい。すごい。わあ、合ってるってことですね。すごい、犬語が喋れるだけ。やったー、やったー。素晴らしい。だんだん信憑性がどんどんなくなってくる。本当は犬なんか飼っていないじゃないか。そんなことないです
ですよ、もう本当で今までの家の今まで飼ってきた6匹くらい飼ってきたんですけど、うん、みんなお手おかわり伏せはできます。すごい、へー、これすごいすごい、あの必要なのはお手おかわり伏せを、お座りがないな、あ、お座りできます、まあ、お座りできますよ、これをどこで使うかっていうことですね。あ、交差点でお座りして待つとか、あ、カフェに行って伏せして待っててもらうとか、それを使うことに意味がある。なるほど、確かに、お手おかわりは特にない、使うところ、あ、介助犬とかだったら自動ドア開けるときに、はいはい、こうやって手で開けるんですけど、まあ、他にはあんまりない、まあ、そういうことか、絶対ご飯の前にそれをやるみたいなことでしかなかったです、ね、でもそのお手とかおかわりとかの芸とお座りも実は芸みたいなもので、うん、ただやってる場所が交差点の前だったら素晴らしい、うん、すごい、カフェの時に下で伏せてればもうそういう芸があれば素晴らしい、そういう発想でやってくれると面白いから、なるほど、どこで使うかなんですね。そうですそうです、すごい、いいこと聞いた。いや、ミカちゃんね、さっきもね、リポートのいろいろ話を聞いてたんだけども、うん、命つけるには、うん、飴と鞭じゃないんですよね。はい、飴と飴です。え、そんなに甘やかしていいんですか。基本的にこう厳しいことって、うん、あんまり犬同士でやることないですよね。なんか叱り合ってることとかない。犬同士で見ないですよね、うん、先人の担任落としたりしないですだから結局あのまあ、人間もそうですけど、いいことあればそれを繰り返そうとすると、うん、それをこうどれだけ増やしてあげられるかと、うん、でまあ、無知に当たるかもしれない部分というのはこう私たちがどういうふうに生きていくんだよあなたたちはっていうレールを作る、 ここに通ってねっていうものを作って、そこでどんどん褒めていってあげると、うん、そこに乗っていきますよっていうふうな教え方をしてもらうと、飴だけですみたいな。さすがになんかトイレとかおしっことかうんちとかされちゃったら怒っちゃいますよね、すごい、うん、まあ、あのそうですね、基本的にその例えばおしっことかだと怒ると、うん、例えばそこで下から怒られたって思ってくれれば違うとこ探すかもしれない、うん、でももしかするとあの人いると怒られるって思うかもしれない、そしたらいないときにしようとするんだろうね、帰ってきたらぐちゃぐちゃになって、確かに、あ、そういうことか、うん、なんかよく朝起きたらお父さんの靴の中にだけうんちとかされてました。お父さんめっちゃ嫌われてるじゃんそれ、うん、それかもしくは犬語でそういう指示をしてるからねそうですね、ヒッチーがね、でも過去にもいましたそういう方があ、そうなんですか、うん、そこでうんちしたまんまで置いといて、はい、明日ご主人が履くのを楽しみに言ってる人いましたね。絶対お父さんが怒るんですよ、うんちで超怒って、そうすると次の日やられてるんですよ、うん、だからだよ、最初、ね、まあ、あの面白いこと、嫌がらせみたいな能力がないので、まあ、結果怒られ続けて最終的にたどり着いたのが、家族きっとみんなそこで笑うんでしょうね、あ、そこでそこすると、あ、みんな喜んでるっていうふうに思ってるかもしれない。あ、逆に、そう、叱られ続けた上のどっか楽しいところはそこだった。なるほどね。他よりは楽しい。楽しい。お父さんだけが怒ってみたいな、なってるかもしれない。あ、そうなんですね。その時はもう家族みんなさめざめと泣けばいいんですね。あ、そうか。知らん顔するのが一番いいですよね。はい。確かに笑ってたかもしれない。ひどいひどいひどい。まあ大笑いですもんね。いつも見たないことだけ、あはははとか言って。いや、俺人犬からするともうみんな喜んでる、ね、そっか、そういうことか、ひとみくんちの犬になりたくないなと思ったけど、ひとみくんちの親になりたくないそうですね確かにそんな悪い子じゃないですよ、はい、そうですね、超いい子です、はい、そうなんだ、はい、で、あの続いてなんか犬のことなんか飼ってたりすることあったり聞いたこととかある？私猫ちゃん、あ、猫今飼ってるの、猫もちょっと面白いですよ、でも、え、なんですか、聞きたい、犬の社会化って聞いたことあります？わかんないです、まあ、犬だと5ヶ月から6ヶ月ぐらいまでに社会にこう慣らそうと、うん、そうすると将来生きていくための土台がこうできるわけですね、その土台が猫ちゃん作る間が要は2ヶ月ぐらいしかない、え、早っ、キュッて終わっちゃうので、ペットショップにいたりするとそこでもう終わってるから、だから外に慣れたりとかできにくい、だから家の中とか、なんか引っ越しとかしちゃうと、そうですよね、ピンチですよね、死んじゃうみたいな、誰か来るだけでもピンチ、そうそうそう、それがうちも猫いるんですけど、うん、ちっちゃい頃から連れ回しておやつあげて、うん、犬みたいにやってると全然、うん、軽井沢とか一緒に行ったりとか、おバギーで行ったりとかできる、すごいですね、そうなんですね、中にいますよね、でもね、やらないとダメなんだ、猫も飼いならせられるってことですか、飼いならすとはちょっと違うけど、まあそういう、はい、うん、人間の生活に少し合わせることはもちろんできる、そうなんですね、はい、なんか猫ちゃんって結構どこでもどっか行っちゃうから、うん、
なんかそんな全然好きじゃなかったですなんか厄介だなって思って、なんか普通に土足で家の中入ってくるような感じだから、うんうん、ちょっとなって思ってました。まあ、猫は覚えないよな、そういうの、うん、そうですね、好きじゃないとできない、ね、全然スキンシップ取ったことないです、猫と、ね、犬だけはすごいです。前に猫大好きな人がいるのに、本当ですよ猫ストーカーっていう歌も歌ってるのにさっきまでニャ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 言ってたのに。ちなみにあのこのラジオ聞いた方、この全員が初対面ではありませんからね。いろいろあって、ね、はい、何週も1時間前とかで話してますね。はい、今日ね、ちょっとね、特別企画でですね、はい、ディレクターの方から一つね、うん、そう、さっきからね、はい、めちゃめちゃ食いついてるんですよ。なぜかっていうと、あんまり入ってこないんですけど、なぜかっていうとね、この中で現役で犬を飼ってるんですよ。そうなんですよ、はい、で、なんかさっき聞いたら、犬のどこの部分が美味しいですかでしたっけ。はじめまして。おお。しゃべった。しゃべった。キャリズムにしてね、初めてスカイラジオを出させていただいたんですけど、今日はちょっとどうしても、一つだけ、どうしてもちょっと聞きたいことがあったので、はい、ちょっと聞かせてもらいたいんですけど。煮ると焼くのがどっちが美味しいでしたっけ。いやあ、全然ボケないやめてくださいよ。はい、ですね、もう本当に今日ここのスタジオに来る前の話だったんですけど、うち今2匹飼ってまして、はい、パグ犬を飼ってましてね、はい、で、2匹目が今4ヶ月なんですね、はい、4ヶ月、はい、うん、超可愛い。その4ヶ月のワンコが今日、私がゴロゴロしていたところにね、ハンガーを持ってきて一生懸命、はい、食いついて遊んでたんですよ、はい、で私パソコンやってて、ふっと激痛がしたんですよ。思いっきりお尻噛まれちゃったんですよね。素晴らしい。素晴らしい。なぜだろうと思って、これをね、ちょっとぜひ、ね。まずは一応この立場でいくと、はい、ハンガーが持ってくれる状況にあることがちょっと問題。へぇ、なんでハンガー落っこってて噛んでいいことになりますよね。昔有名な登山家が、なんであなた山登るですかと、山登るですかって聞かれたら、そこに山があるから。なるほど。なんでハンガー持ってくんだ、そこにハンガーがあるから。なるほど。確かに。まあ、そのまま行くと、なんでお尻噛むんだと、うん、そのお尻がなるほどね、そういうことですか。まあ、そのこう噛める状況になるのが一つ問題ですよね。じゃあ物を置いといてじゃあダメってことですよね、基本的に、ね、そうですね、本人がその噛みやすい、噛んでも何も言われないようなものが置いてあるから、とりあえず噛んでみる。まず一つハンガーはそうですよね、で人間の方は、まあ、噛んだところでキャーとかいたとか、もう反応が素晴らしいのありますよね。反応したらダメなんですか。噛むとキュッていうおもちゃと一緒ですよね、ちょっと大きめの。でも低い声でいでーとっていう感じで言ったらすごい驚いて、ちょっと逃げてったんですよね。まあそうですね、結局さっきも言ってたんですけど、怒るとその人がいるとやんないということが出てくるので、例えば、まあ、今回人間ですけどね、ご本人なんですけど、うん、見てないところでいきなり噛むようになったりとか、歩いてる途中で足がぶってきたりとか、うん、そういう、こう、チャンスを狙うようになっていっちゃうんですね。悪い子になっちゃいますね。そうですね。まあ、なるべくだったら、寝っ転がって、まあ、一緒にいるんだったら、目の前で一緒に、こう、練習しながらおやつあげていくとか、そういう形が一番理想的ですかね。やっぱり、飴と飴ってことですよね、皆さんね。はい、そうですね。じゃあ、コードとか噛んじゃう犬いるじゃないですか、はい、よく、はい。そういうのってどうすればいいんですか？コードはですね、まず、コードを、最近の住宅だと、犬用の住宅だと、上にコンセントが。なるべく上回したり、カバーがあってるので、カバーをこうつけたりとか。なんか実家の犬も携帯の充電器のコードを切っちゃうらしくて、あるあるある、もう全滅になったみたいな、はい、お母さんがすごい悩んでて、まあ、届くところで充電することが結構問題なんですね。あ、そうなんですね、はい、犬まあ、上でやりましょうよと、これ犬の問題じゃないですね。結構いるんですよ、携帯を何台も何台も噛まれちゃう人、はいはい、これはまあ携帯をそこに置いた人の方が問題、届かないところで充電しなくちゃいけないってことですか。まあ、延長ごとでね、上持ってってもらって机の上でやってもらうとか、それが一番ベストですね。そうすれば犬も怒らないですからね。そ う, そう怒られたりするんですよね。そういうやらしといて怒るみたいな、ね、人間の問題だったのか。今日なんか来ていただいたのはですね、アプリを、はい、そうなんです、始められたということで、へー、アプリ、そうですね、スマホとかのあのアプリですよね。そうですそうです、まあ遠方の方とか、まあ、なかなかしつけ教室に行くまでもないけどちょっと質問はしたいなとか、そういう方のためのアプリを作りまして、すごいですね、はい、なんか面白そうでしょ、はい、なんか聞いたらね、はい、吠えるとか噛むと怖がるとか、飛びつくとかって項目があるの、へー、でそこアプリを押すと
そのいや、じゃあさらに細かくなったりするんですね。そうですね。あの質問いただいたやつを私がご回答して、まあ、許可をいただいてですけど、ね、すごい、そこにアップすると。だから生の意見を私の方で書い、ご回答を書いて、そこ渡して。すごい、それがみんな見れるような形に、使えます、え、世界共通で使えるんですか、それ。そうですね、日本語なんですけど、犬語じゃない、日本語なんです、犬語じゃないです。え、いいですね。そうなんです。それなんていう名前でしょ。家庭犬のしつけという、家庭犬のしつけ、はい、まあ、よくあの訓練とか言うんですけど、あの家庭犬の、まあ、しつけってこう家庭犬にしかできないというか、家庭犬のためのものっていうふうに思ってもらえるというか、どっちかというと、あの地震で困ってる人を助けるっていう感じではない、介助犬とかそういう感じじゃない、家の中で飼って、そうそう、世の中圧倒的に家庭犬が多いの、そうですね、はい、あんまりいないですね、すごいためになりますね、はい、ということなんで、ぜひ皆さん見ていただければかと思います。でも今日お時間来ちゃったんですけども、はい、なんかね、他にもね、はい、あの特ダネに出たんですよ。そうですね、そう、特ダネに出たんですよ、すごい、はい、実は、はあ、とか、あとね、海外の犬の歯、はい、の考え方とその日本の犬の考え方の違いとかいっぱい、そういろいろあったの。あ、聞きたかった。そういうのすごい聞きたかった。すいません、長々と。また呼んでください。ぜひ、ぜひぜひ。はい。